はいどうも、ショーイデビューです。本日ですね、フォークボールを、投げていきたいと思います。先日ですね、元広島カープの鶴本選手が、フォークボールの投げ方を、教えてくれました。そしてそれをちょっと今日やっていきたいんですけど、まあ、軽くね、投げていって、まあ、実際に軽くでも変化するのかどうかっていうのをちょっとやってみたいと思います。でした。さあやってきまして、非常に難しい、マジ難しくて、ちょっとこうこれがすごい難しかった。握力、小指とナイス、小指と薬指で持って親指で固定で、ここはこう添えるだけっていうふうに言ってたんですけど、なかなか難しくて、ちょっとまあ今のは感覚だけちょっとやったんですけど、初日でいきなり投げた、慣れてきたらどうなるかってちょっと今後ともやっていきたいと思います。はい、というわけでこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。
翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではあうりょうしたあつお。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。I'm not afraid.